はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。12月の、ね、14日になりました。火曜日ですね。寒い今日はね、千代田区6度だそうでございまして、この部屋の中さっき見たら14度でした。今日の日経平均はマイナス123円軟調ですね。はい。その他あんまり変わらず、原油が若干下がってますね。 70.78 になりました。今、昨日のニューヨークダウ下げましたね。$320と。はい。その他ビットコインも軟調ですね。533万円というようになってます。さて、私の大好きなザクザクのスクープ最前線、こういうタイトルですね。外交的ボイコット決断先送り、岸田首相の二大疑惑、バイデン氏は屈辱…州中国と密約クエスチョン、揺らぐ日米同盟、米が問題視する岸潰し。分かってるの分からないな。ですね、外交ボイコットを決めないというですね、岸政権に対してアメリカが疑惑の目を向けているという記事なんですけども、岸首相は10日の参院本会議代表質問で、外交的ボイコットについて聞かれ、適切な時期に五輪パラリンピックの趣旨、精神や外交上の観点など諸般の事情を総合的に勘案し、私自ら判断したいと答弁した。適切な時期、五輪の価値、諸般の事情を全く理解できないと、まあ加賀さんは書いてますね。それでね、まあ世界の流れはですね、外交的ボイコットに傾いてるんですけども、ヨーロッパでもですね、まあイギリスは当然アメリカというかイギリスは独自にあれですね、中国に対して厳しい姿勢を取ってますんで、外交ボイコットですけども、フランスはしないと。なぜ、3年後にはパリ五輪がありますんでね、でしない。イタリアはですね、一帯一路に賛成している国ですからしないと。ドイツが今ちょっと揺れてますね。どっちに行くんやろうということです。それで、実は2つの大きな疑惑が浮上している。以下日米情報当局関係者から入手した情報だっていつも思うんですけど、日米情報当局関係者って誰どういう人日本のアメリカなんて言うんですけど、うまいわ。まずバイデン政権主催でオンライン形式で9日に行われた民主主義サミットだ。バイデン大統領は高校に日本をはじめ世界111の国地域の首脳を招待し、台湾や沖縄県、尖閣諸島などを視野に軍事的覇権拡大を続ける中国とウクライナ侵攻を画策するロシアに対して民主主義陣営が苛然と対決姿勢を表明するつもりだった。中国は反狂乱だった。どうなったか、改革校ですね、失敗だ。これは日米情報当局関係者でしょうかね。失敗だ。バイデン氏にとって屈辱だ。共同声明も出せなかった。なんで出せなかったんでしょうね。111カ国はさすがにまとまらんじゃんかなと。米国は日本がサミット前に外交的ボイコットを表明すればサミットの流れは決まると期待していた。米中ともに日本が全ての鍵だと凄まじい工作を行っていた。へえ。岸田首相は決断せず、サミットでも中国という言葉を出さなかった。中国は大喜びだ。米国は岸田政権を疑っている。また改革ですね。米国は岸田首相が6日に行った所信表明演説も問題視している。岸信夫防衛相は事前に台湾問題は日本の安全保障にとって最重要だ、国際社会の関心も高い、日本政府の姿勢を国民に所信表明演説で伝えるべきだと申し入れた。これを岸田首相は無視した。親米対中強硬派の高市潰しに続く米国が信頼する対中強硬派の岸潰しの疑惑があると、これ改革を閉じましてですね、次のフレーズ、林外相とアントニー・ブリンケン
国務長官は11日、訪問先の英中部リバプールで初の対面による日米外相会談を約25分間行った。両外相は日米同盟の強化を確認し、岸田首相の早期訪米と日米首脳会談実現に向けた調整で一致したと発表された。お笑いだ。これ加賀さんのことね。米国は林外相が中国共産党に近い親中派のドンとしている。岸田政権は本当に大丈夫なのかということで締めくくられています。何度も言いますけども、日本はアメリカのポチなんですね。アメリカに守ってもらってる半人前の国なんです。ポチならポチらしくですね、アメリカの機嫌を損ねるようなことをね、するべきではないんですよ。で、歴代日本の総理大臣ですね、アメリカの機嫌を損ねた人はですね、もう長くても1年ぐらいです。大体潰れるんです。分かってないんですよ、アメリカのポチだということがね。我々はアメリカのポチなんですよ。アメリカのポチやめたければですね、憲法を変えて核武装をすると、自分で自分の国を守るという、まあ言うてみればイギリスみたいな国になればですね、ポチはやめられるんです。ポチである限りにおいてはアメリカ様のですね、意向に逆らうというのはよろしくない。それは主張すべきは主張すべきですけども、究極的にはアメリカに守ってもらってるわけですよ。尖閣諸島だってアメリカが日米安保保障条約の範囲内である、適用範囲内であると言うてくれへんかったら今頃取られてますよ。なんでそういう、ね、基本構造がわからないんでしょうね。別に媚びを打ってへいへいと言わなくてもいいんで、黙ってはい分かりましたと言うときゃいいわけですよ。なんで外交ボイコットみたいな簡単なことを表明できないんでしょうね。岸田さん長い間外務大臣やってたにもかかわらずですね、そういう日本の基本的な位置づけというものをご理解なさってないわけです。中国は東京五輪の時に、まあ言うてみりゃ副大臣級以下かなぐらいの人しかよこさなかった。だから日本も黙ってですね、そういう外交、政府閣僚は送りませんって言いや言いだけの話なんです。なんでそれができひんのかなと思って、だから間違いなくね、アメリカは岸田政権に利するような動きはしてくれないはずなんですね。だから岸田政権短命に終わります。今のスタンスを続ける限り、林芳正さんをですね、外務大臣にしている限りにおいて短命でしょうね。早ければ来年の参議院あたりでですね、ついえてしまうんちゃうかなと。で、日米首脳会談ができませんね。今それが調整できていないということをアメリカは拒否ってるわけですよ。なんでそんな簡単なことがね、わからないんですか。だってアメリカに挨拶行かなあかんや、日本の総理になったらポチじゃねえからと。それで、ね、岸田さんがね、ポチやめるんやと、憲法改正するんやと言うような人ちゃうでしょ。要は単純に分かってないんでしょ、あの人は。日本の総理大臣ってのは何をしなければいけないかっていう、今こんなに中国に脅かされてる時に、何をどうしなければいけないのかっていうことをですね、彼は全くこう分かっていない。だからこの前安倍さんが一月くらい前ですが、官邸に押しかけてですね、岸田さんにそのあたりを話したようなんですけども、それでも分かってないですね。だって林芳正氏をですね、外務大臣にした時点でですね、アメリカはへえという目で見てるわけですよ。見てるわけですよ。そこのところをですね、理解しないと本当にこのままでは短命政権ほぼ確実です。これだけでもね、私風情がね言うほどね、外してるわけですよ、空気読んでない、にもかかわらずなんで本人が分からへんやろって。人の話聞くそのなんていうか、聞きたい人の話だけ聞いてるんちゃうでと、耳に痛いことを言う人の話聞けよと思うんですけど、それすらできていない。やっぱりね、ちょっと総理の器ではなかったんでしょうね。だから岸ちゃん潰れたら次はあれですね、やっぱり高市氏になるんでしょうね。今ねまだ何も大きなこと起こっていないですけど、ちょっと何かことが起こったりするとですね、あの岸ちゃんは多分決められないんですよ。判断できない、優柔不断になってしまって、そこで終わるんちゃうかなと。
それから満員州で終わりそうな感じがしていますね、あの様子だと。早く気がつけようと思うんですけど、気がついてももうね、林さんをすげ替えるというわけにいかんでしょうから、次の内閣改造ってまあまあ長ければ1年ぐらいないわけであってまあ、参議院選挙の時にあるかもしれませんけど、まあ、あんまりね、大臣の首をすり替えるとよろしくないんでね、やらない方がいいんですけども、林だけは変えた方がいいですよ、と私は思います。このザクザクは貼りませんので、探してください。もう一回タイトル読みますと、外交的ボイコット、決断先送り、岸田首相の二大疑惑、バイデン氏は屈辱、中国と密約、揺らぐ日米同盟、米が問題視する岸潰しという長いタイトルのスクープ最前線でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。